ボートレース下関は第9レース予選競争開始です。なお第9レースは YouTube ご視聴お願いします様によります冠協賛レース YouTube 一撃まくりで検索とタイトル付けられています。対戦メンバー1号艇吉村正明、2号艇定金淳二、3号艇小林和樹、4号艇渡辺和真さん、5号艇田中博子、6号艇佐々木寛太、以上6名です。さあ本番も5号艇田中が外に出る形の 1-2-3-4-6-5 作戦待機行動。人気は1号艇吉村正明で1コース、2コース2号艇定金淳二、3コース3号艇小林和樹。吉村の相手として注目は4号艇渡辺和正、4コース後方角。前半展開捉えて差しで勝っているのは6号艇佐々木寛太が5コース、大外6コース5号艇田中博子。3対3スタート展示同様の並び、定番とは外の2人入れ替わってという第9レース予選競争終盤戦です。今また風はほとんどない状況で進入インコースから1番2番3番4番6番5番ですスタートしてきました。1コース1号艇吉村さあ好スタート、トップスタートを決めています。1号艇吉村がまずは逃げる、まかりにく3号艇小林、そして刺して2番、あとは6番4番うち後方5番ですが1号艇の吉村の逃げ、2番手は刺しから2号艇定金が一歩優勢か、外は3号艇の小林、内から接近する4号艇渡辺、6号艇佐々木もあまり差がなく最後方5号艇田中、スタートは前提正常でした。一気に2番手4号艇渡辺が潜り込みに行きますが2号艇の定金が外からかわすか、さあ際どい争い、うちは3号艇小林も接近です。2番手若干外2号艇定金ですがそれぞれ4番3番内からさあ船を入れてという形、今度は2番手3号艇小林先に回る、4号艇渡辺相当回して2番手取りに行きます4号艇の渡辺和正です。これで2番手は4号艇渡辺が2艇身のリード、3番手3号艇小林143、後続は2番6番そして最後方5番で2周2マーク、1号艇吉村トップです。2番手3号艇小林がやってくる中で4号艇渡辺外からかわす、3番手3号艇小林に対して2号艇定金接近ですが現状は143、最終周回イン速攻を決めているのは1号艇吉村正明トップで最終1マーク、2番手4号艇渡辺和正、3番手3号艇小林和樹、最終1マーク上位3艇143のままで最後の向こう上面です。2連単14 2.6倍、3連単143 7.8 倍を示しております。1号艇の吉村正樹がトップで最終ターンマーク旋回、2番手は4号艇渡辺和正、3番手が3号艇小林和樹、上位3艇143のままで第9レースは間もなくゴール、1着は1番の吉村ゴールイン、2着4番渡辺ゴールイン、3着3番小林ゴールイン、あとは2番6番そしてラストで5番がゴールイン。第9レース確定をお知らせいたします。1着1番2着4番3着3番以上です。ボートレース下関は第9レースの準優勝進出戦開始です。なお第9レースは加工センター有志一同様によります冠協賛レース山田氏今年もよろしくお願いしますとタイトル付けられています。さあ本番も6号艇田中太一郎、
コース取り動きを見せます。ただ本番は1号手吉村以外は入れてという形になって、1コースはもちろん人気の1号手吉村正明、2コースまで入ってきた6号手田中太一郎、そして入れて中段の3コースに2号手渡辺和正、相手として注目の渡辺、本番は中段3コース、そして同じく中段4コースローに3号艇田中孝明、本番5コース角は4号艇広次治、大外6コース5号艇浮田義弘、4対2あるいは2対2対2と言ってもいいような分かれ方をしております。第9レースの準優進出戦、さあスリット付近向かい風、本番はやや波乱のコース取り、6号艇田中太一郎が2コースまで入ってきています。進入インコースから1番6番2番3番4番5番スタートしていきました。1号艇吉村トップスタート、コーススタートを決めています。さあ1号艇の吉村がまずは逃げる、そして2号艇渡辺が外を追走、さして6号艇の田中太一郎、中は5号艇浮田、あとは4番3番というところですが、ここは1号艇の吉村逃げて2番艇2号艇の渡辺、早くも注目の2人抜け出すか、内から接近6号艇田中太一郎、スタートは前提正常でした。2号艇渡辺は2番艇確保に外を回します。くるっと食い下がる6号艇田中太一郎ですが、現状上位3艇1、2、6、1番2番6番でレースは2周目に入ります。2艇審査の4番手に5号艇浮田、後方は4番最後方3番、1号艇吉村トップ、2番手6号艇田中太一郎やってくる中で2号艇渡辺がかわします。そして3番手一気に救った5号艇の浮田が浮上、1、2、5、4番手交代6号艇田中太一郎です。3番手は5号艇浮田が1艇審リードに変わって2周2マーク、1号艇吉村トップで2周2マーク、2番手2号艇渡辺、3番手は5号艇浮田がコーナー締めて回る、6号艇田中太一郎の差しがそれでも入ってきた。さあ3番手サイド6号艇田中太一郎が優勢に変わるか、最終周回外は5号艇浮田との3番手争いです。上位2艇完全に抜け出して1号艇吉村トップ、最終1マーク、2番手2号艇渡辺、3番手6号艇田中太一郎先に回って5号艇浮田の差し、さあ内外広がりながら3番手6号艇田中太一郎か、あるいは5号艇浮田かという際どい攻防、最終ターンマークまでもつれそう。1号艇吉村トップで最終ターンマーク旋回、2番手2号艇渡辺、3番手5号艇浮田が先に回るか、6号艇田中大志郎は相当襲ってという3番手争いですが、さあ依然際どい攻防、1、2、5回、1、2、6回、1着は1番の吉村ゴーリン、2着は2番の渡辺ゴーリン、3着は5番の浮田ゴーリン、あとは6番、4番、そして3番とゴーリン。第9レース確定をお知らせいたします。1着1番、2着2番、3着5番以上です。ボートレース下関第10レース準優勝戦開始です。なお第10レースは永井和夫様によります冠協賛レース、株式会社オフィールド設立記念とタイトル付けられています。対戦メンバー1号艇吉村正明、2号艇寺田翔、3号艇山室信弘、4号艇出畑貴則、5号艇田中孝明、6号艇坂枝雅彦、以上6名です。1、2、3、4、5、6枠なり作戦待機行動です。人気1号艇吉村正明1コース、相手として注目2コース2号艇寺田翔、
この地元両者1221の折り返し中も集まっています。3コース3号艇山室信弘、4コース後方角は4号艇出畑貴則、5コース5号艇田中貴明、さあそしてこちらも地元6号艇栄田雅彦、狙うはスタートぶち込んでの攻めというところになるか。栄田6コース3対3の枠なり第10レースの準優勝戦2つ目の戦い、スリット付近は緩やか追い風コンディション、3対3枠なりで進入、インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。1コース1号艇6コース6号艇あたりが相対的にいいスタートですが、1号艇吉村、さあまずは先手の逃げ、刺す2号艇寺田、外は3番5番後方から4番6番2号艇寺田がはまって交代ということで、2番手は3号艇山室です。3番手が5号艇田中で135、後続4番2番6番、なおスタートは前提正常でした。1号艇吉村が逃げています。2番手は3号艇の山室、そこに対して5号艇田中が差しを狙いますが流れて入らず135のまま、今度は4番手から2号艇寺田が少し3番手5号艇田中に定冠詰めに行きます。2周目2番手は3号艇山室ですが、3艇審査2号艇寺田がさあ5号艇田中を捉えに行くというところです。2周1マーク1号艇吉村トップ、2番手3号艇山室、3番手は2号艇寺田が先に回ってそのままリードを取ってまいりました。3番手は2号艇寺田翔で132、2艇審査の4番手に5号艇田中、後方は5番手4号艇出畑、最後方6号艇栄田です。132レースは2周2マーク1号艇吉村正明トップで2周2マークの旋回、2番手は3号艇山室信弘、3番手が2号艇寺田翔で132、定冠ばらけながらレースは最終周回132、わずか2艇審査の4番手に5号艇田中です。1号艇吉村正明がトップで最終1マーク、好スタートからの押し切り、2番手3号艇山室信弘、3番手が2号艇寺田翔、132で最後の向こう上面、2連単13 5.5 倍3連単13に 12.2 倍を示しております。1号艇の吉村正明トップで最終ターンマーク、2番手3号艇山室信弘、3番手が2号艇寺田翔、132第10レースの準優勝戦、1着は1番の吉村ゴールイン、2着3番山室ゴールイン、3着2番寺田ゴールイン、あとは5番6番4番の順でゴールイン。第10レース確定をお知らせいたします。1着1番、2着3番、3着2番以上です。ただいまより予選競争第4レースを行います。対戦メンバーは1号艇山口の吉村正明、2号艇愛知の永井源、3号艇静岡の徳増秀樹、4号艇兵庫の吉川元弘、5号艇福岡の水間敦史、6号艇愛知の磯部誠、以上の6名。まだバック側です。ゆったり枠なりに作戦行動となっています。人気が集まっているのは1号艇の吉村正明です。ここ若松は10月にも優出したばかり、さらに得意の陰線、今日はここまでインがしっかり逃げるレースが続いています。人気を集めるのはこの4レースも1号艇の吉村、2コースには2号艇の永井源です。もともとのホームプール若松では初めての G1 となりました。前節切ったフライングが悔やまれます。3コースに3号艇徳増秀樹、年末は初のグランプリ登場、今年も好調な滑り出しを見せています。
4コース角1に4号艇吉川元博、平成最後の SG と令和最初の SG 連覇した吉川が角戦です。5コースはトーチでのダッシュ戦心得ています。5号艇水間敦史、そして大里6コース6号艇磯部誠、昨年は G2 戦含めて優勝7回を誇ります。1番2番3番4番5番6番スタートしました。4番5番6番とダッシュの3艇好スタートから出ていきます。伸ばしていく4号艇吉川ですが、抵抗する3号艇の徳松、1マーク逃げる1号艇吉村、外行った3号艇徳松にまくり出しは6号艇磯部、内側から2号艇の永井、バック側6号艇の磯部が先頭に立っています。スタートは前提正常でした。展開つきました。6号艇磯部が先頭です。2番手は2号艇永井対1号艇吉村、さらに3号艇徳松、2マークトップで6号艇の磯部、続いて2号艇1号艇握り合ってホーム側です。先頭は6号艇の磯部、すぐ後ろに2号艇の永井と1号艇の吉村が猛追。これからレースは2周目。先頭は6号艇の磯部が守っています。その後ろに並んでいるのが2号艇永井と1号艇の吉村、2周目1マークトップは6号艇の磯部、続いて2号艇の外を回して1号艇の吉村、2番手は2番と1番、この両者がまだ並んだ状況。インコースに2号艇の永井、アウトコースは1号艇の吉村、その後ろを離されました3号艇徳増、4号艇吉川、5号艇水間。2周にマーク先頭は6号艇の磯部、続いて2号艇永井の外行く1号艇吉村、流れました。2番手は2号艇の永井です。3番手に1号艇吉村、これで上位3艇は6番、2番、1番となりました。レースは最終周回です。先頭は1周1マーク展開ついてまくり出した6号艇の磯部誠、3周1マーク先頭で6号艇磯部、続いて2号艇永井、1号艇吉村と折り返します。最後のバックストレッチ上位体系は6番、2番、1番です。この6、2、1の組み合わせ、3連単ノッツ高配当です。 886.2 倍となっています。ビッグ配当も連れてきました。6号艇磯部誠先頭で最後の直線、2番手2号艇永井、1号艇吉村、3番手、第4レースまもなくゴールです。先頭6番五輪、2番五輪、1番五輪、3番五輪、4番5番五輪、以上前提五輪しました。第4レースの確定は1着6番、2着2番、3着1番、以上でした。前半レース同様にブス島がピット離れよく、一つ内側の4コースが取れそうです。4番5番の位置が入れ替わってブス島4コース、逆に平石が5コース、1、2、3、5、4、6という並びで収まっていきそうです。競争水面上は8レース予選競争を迎えました。まずうち3人が定番通りの進入です。後枠は吉村正明、吉村まだゆっくりとバック側でボートを流しています。吉村人気の軸で、その横2コースに木下翔太、センターの3コースが3号艇今泉雄吾、今泉3コースです。その奥にブス島誠、ブス島ボートを下げていきまして、角発進4コース、平石和夫は5コースで、大外6コースが茅原裕樹、ドリームメンバーの茅原サイアウト6コースです。1、2、3ダッシュが5、4、6、8レースの予選競争はスタートまで間もなく残り10秒です。インコースから1番、2番、3番、5番、4番、6番です。予選競争第8レース、
スタートしました。インド1号艇の吉村トップスタートを切りました。その吉村が先に待っていく2コースから2号艇木下翔太切り込んで3号艇の今泉優吾が間へまくり出すか外を握って続く形になった。さらに上を回った4号艇平石内側を5番と6番が旋回しています。先頭は吉村正明で2番手争いが2番と3番内側2号艇木下外に3号艇の今泉後方3艇一塊で4番5番6番第8レーススタートは正常でした。2着争いは内側から2号艇木下が行きます。3号艇の今泉が握って応戦ホームへ折り返していきますが2番手は2号艇木下翔太3番手が3号艇の今泉です。先頭が1号艇の吉村正明で体型が 1,2,3 しかし木下にぐんぐん追いついてくる3号艇の今泉。さあ2周1マークの旋回2番手ですが内側から先手を取る木下に対して3号艇の今泉優吾が外を回してバックストレッチ入っていった。しかし2番手は内側から2号艇木下翔太木下2番手3番手で今泉です。上位体型が 1,2,3 のまま2番手3番手の定価およそ一定身半です。2周2マークの旋回に入ります。2番手回り白も十分取りながら2号艇木下翔太が先回り3号艇の今泉優吾がもう一度外を回してホームへ折り返していきますが2番手は2号艇の木下キープ。上位体系変わらず1番2番3番 1,2,3 で間もなくスリット前です。現在2番手3番手の定間がおよそ2停身でスリット前を通過しました。3周1マーク2番手は2号艇の木下ここも先に回ってもう一度外を回していく3号艇の今泉優吾ですが2番手は2号艇の木下がキープしています。体型は1番2番3番のままただ2番手3番手は全く離れていかない状況で約2停身差最後のスリットラを通過しました。先頭が吉村正明です。2番手ですが2号艇の木下翔太がここも先手を取るところ最後まで外を回し続ける3号艇の今泉でしたが体型変わらず2番手ガッチリキープの木下翔太体型そのままです。 1,2,3 での決着8レース予選競争まもなくゴール。先頭1番の吉村五輪2着が2番の木下で3着3番の今泉6番の茅原続いて5番の武蔵島4番の平石五輪。第8レースの確定は1着1番2着2番3着3番以上です。さあスタート展示同様山口が素早く動いてきましたが山吉村もきっちりと主張の構えです。 G1 第63回の中国地区ダービー水面上は第5レースの予選競争の開始。対戦メンバーは1号艇吉村正明2号艇品川優3号艇森貞浩二4号艇森永隆5号艇長谷川正和6号艇山口剛以上の6名です。インは1号艇吉村正明気配は一息のようですが昨日は1着2着とまとめました。吉村人気の中心ここはキャブレターを書いて登場。2コースが6号艇の山口剛船足はじわりと上昇ムード人気の2人が内寄りコースを固め3コースは2号艇白川優昨日の一走はきっちり逃げました。残る3艇引いて角は3号艇森貞浩二5コースが4号艇森永隆初戦は逃げて1着コンマ05のトップスタート6コースは5号艇です長谷川正和長谷川も昨日の1走はコンマ01と踏み込みました。動きは上々の逆転勝利でした。さあ人気の吉村の陰線第5レース内側から1番6番2番3番4番5番でスタートしました。2号艇がスタートくれました。1号艇は好スタートから一等地マークに向かっていく逃げる体勢です。1号艇吉村に差しのハンドルは6号艇山口握っていった3号艇の森貞まくり出しは4号艇の森永でバック側に入りますがさあここは逃げました。先頭は1号艇吉村正明リードは2停止3号艇の森貞の内側から4号艇の森永さらには6号艇山口も差がなく追走スタートは正常2マークトップで1号艇続いていく4号艇懐ついてきた3号艇と6号艇でホーム側に帰りますが2番手は
3号手の森貞浩二が抜け出して2停身リード。3番手が4号手です、森永隆。内から6号手山口が上がってきます。さあ6番と4番がほぼ並んできました。2周の1マーク、まず3号手が2番手旋回、握っていった4号手くるっと6号手が運んできますが、山口は少し後席に乗っかってしまいました。4号手森永のリードは2停身ぐらいで、ここで上位の体型は1番3番4番。しかし直線コース食い下がって6号手がまたやってきます。これから2周の2マーク、潜り込んできた6号手の山口ですが、ここは抑え込んで回ります。4号手の森永ホーム側に帰って、4号手森永のリードが少し広がって、上位の体型は1番3番4番。レースはこれから最終周回です。先頭はきっちり逃げました1号艇吉村正明、これから3周の1マーク。2番手は3号艇です、森貞浩二。3番手が4号艇の森永隆、後ろから6号艇の山内ですが、今4番と6番の低間隔は4停止ぐらい。上位の体型は1番3番4番です。このまま1番3番4番で決まりますと、3連単のオッズは 27.5 倍ラストターンマーク。さあこれで3走オール2連単キープは1号艇吉村、2番手は3号艇の森貞、3番手は4号艇の森永で、上位の体型は1番3番4番です。第5レース先頭1番ゴーリン、3番ゴーリン、4番ゴーリン、6番ゴーリン、5番ゴーリン、ラストで2番ゴーリン。第5レースの確定は1着1番、2着3番、3着4番、以上でございました。ボートレース下関の G1 協定王決定戦シリーズ初日、第2レース予選競争開始です。対戦メンバー1号艇吉村正明、2号艇辻栄造、3号艇平本雅之、4号艇谷村和也、5号艇山田優也、6号艇重成和人、以上6名です。 1,2,3,4,5,6、 ここも本番も枠なり作戦待機行動。人気の中心は地元1号艇吉村正明で1コース。さあ地元の記念、いきなりの1号艇勝利つかみたい吉村の陰線。2コース2号艇辻栄造相手として注目です。3コース3号艇平本雅之1回走り、4コース後方角は4号艇、こちらも地元は谷村和也、5コースに5号艇山田優也1回走り、そして大外6コースは6号艇重成和人です。枠なりの3対3。第2レース予選競争、それぞれスリット方向へ先を向けて体勢整います。スリット付近はわずかに向かい風、緩やかな向かい風コンディション。第2レース予選競争、枠なり3対3、進入インコースから1番2番3番4番5番6番でスタートしていきました。ばらけたスリット、スリット後加速感あるのは5コース5号艇山田がさ出してはいきますが、1号艇の吉村がそれでも先手の逃げまくり出す5号艇山田、あとは4番2番後方から3番6番ですが、さあここは1号艇吉村に対してまくり出す5号艇山田がへさきをかけに行きます。5号艇山田が捉えたかというところですが、微妙なトップ争い。3番手は2号艇辻一歩優勢、3、6、4と追いかけてスタートは前提正常でした。5号艇山田先通り、2号艇辻まで待っての差しは1号艇吉村が、1号艇吉村ちょっとアクシデント、1号艇吉村にアクシデント。レースは2周目です。1号艇吉村は転覆のため失格、上位2艇は5番2番3番手がうち、6号艇重成、外は4号艇谷村です。2周1マーク、5号艇山田優也トップ、2番手2号艇辻栄造、3番手は6号艇の重成に対して4号艇谷村船を入れてきました。5、2、4、5番、2番、4番、僅差の4番手に6号艇重成、最高峰という形は3号艇平本、2周2マークです。このカードは1号艇吉村正明が転覆のため失格です。1号艇吉村は転覆のため失格。5番2番4番5、2、4、上位3艇5、2、4でレースは最終周回へと移ります。
5号艇山田裕也がトップ、2番手2号艇辻栄造、3番手は4号艇谷村和也、5番2番4番で最終1マーク。このカード1号艇吉村正明は転覆失格となって5艇による競争、上位3艇5番2番4番で最後の向こう上面です。2連単52ですと 239.5 倍、3連単524はなんと13万周という波乱の決着です。5号艇2号艇4号艇の順で最終ターンマークへ向かいます。5号艇の山田裕也トップで最終ターンマーク旋回、2番手2号艇辻栄造、3番手が4号艇の谷村和也、5番2番4番4番で第2レースは間もなくゴールです。1着は5番の山田ゴールイン、2着2番辻ゴールイン、3着は4番の谷村ゴールイン、あとは6番重成、そしてラストで3番平本ゴールイン、1番吉村は転覆失格となっています。第2レース確定をお知らせいたします。1着5番、2着2番、3着4番以上です。ファンの皆様にお知らせいたします。競争水面上事故艇の曳航作業を行ってまいります。4日間の勝利戦、日韓コム杯シリーズ初日の争いは中盤戦第5レース予選競争です。1号艇吉村正明、2号艇下田哲也、3号艇では別府正樹、4号艇宇場義経、5号艇米田貴博、6号艇鈴木重隆、以上6名による定戦カード第5レース予選競争の争いです。6名全員がバック側、ゆっくりしたペースでのコース取り進入、並びに動きは全くありません。枠番通りのスタイル順に固まるところ、内枠メンバー3艇固まってホーム側、イントニコース3コース、いずれも定番順です。高枠です。1号艇の吉村が左右インコースへ、外を流します。スロー2コース5号艇下田哲也、センターの3コースでは3号艇のベップ、スロー3艇です。1フタ3ダッシュ3艇引っ張って4号6と定番順、角は4号線5号艇ウバヨシレ、5号進入5号艇米田、6コースが6号艇の鈴木、スロー3艇1フタ3ダッシュ3艇4号6、進入スタイルは3対32つに分かれました。5レーススタートまで10秒を切りました。インコースから1番2番3番4番5番6番です。5レーススタートしました。ほぼ揃って逆算な差はありません。トップタイミングはインコース1号艇吉村、そのまま先行する。2コースから2号艇の下田が一旦待って引いていく。外を回るは3号艇のベッペ、内は入って4号艇のバックに入った。リードは運転進と単独先頭1人抜けて1号艇吉村先頭です。2番手には3号艇ベッペ、3番手4号艇馬、1周でマークの旋回に入るところ、なおスタートは前提正常でした。2番手のスイはインから4号艇馬がいた。3号艇のベップが外から内へと引いて入ってホームセッチへ帰りました。膨らむ4号艇捉える3号艇、2番手2停止前行し3号艇ベップ、アウトサイド3番手4号艇馬、インから迫って6号艇鈴木、3艇並びわずかに1342周目に入ります。内側接近上観光中6号艇の鈴木、そのうちには5号艇米田、抑えつつも先行するところ5号艇6号艇接点もあった。どう来る4号艇馬がそのうち分野を通ってスパッといったバックスイッチ、3番艇スルニケ5停止先行です。4号艇馬3艇並び134となってスリットラを通過、2コーラル旋回に入ります。先頭リードは6停止1号艇吉村が2周でマークの旋回へ、2番手のポジションには3号艇ベップ、3番手4号艇は外を抱いて回ってホーム設置へ帰りました。コーラー後ろを迫った5号艇米田は現在4番手、3艇並び134、最終周回に入ります。5レースです。
3周回第3マークの旋回体制に向かいまして、1号艇吉村先頭バックスレッチ、2番手には3号艇ベップ、3番手が4号艇馬、上位3艇1番3番4番です。4番手が5号艇より田水が手、5番手のポジションには6号艇鈴木、最後方は2号艇の下村、最後のバックスエッジ3番手4番手の定冠少し縮まって、青手フリッツラストコーナー狙う構えで5号艇の米田、内側から3番手は4号艇の馬が先行する、5号艇の米田が追走する、内懐でありますが体型自体どうやら変わりはありません。5レース間もなくゴールを迎えます。先頭1番吉村五輪、2着3番ベップ五輪、4番の馬、5番の米田、6番の鈴木、ラスト8番の下田五輪です。第5レースの確定は1着1番、2着3番、3着4番以上です。ボートレース下関第11レースの予選特選競争開始です。対戦メンバー1号艇吉村正明、2号艇福田周平、3号艇比須本聡、4号艇茂木照彦、5号艇石川亮、6号艇末永祐樹、以上6名です。 1,2,3,4,5,6 本番も枠なりです。さあ強い向かい風という中で、しかもフライング一本持ちの1号艇吉村正明ではありますが、とにかく陰線には強さ定評あります。しかも今シリーズ昨日連勝とリズムも上々、ここは大本命注目集めている1号艇吉村正明の陰線。2コースは2号艇福田周平、3コースに3号艇比須本聡、4コース後方角は4号艇茂木照彦、5コース5号艇石川亮、前半はチルト 1.0 ですが、ここは通常のセッティング、チルトはマイナス 0.5 という6号艇末永祐樹、大外6コース3対3。さあ陰線強さ際立つ吉村正明、その真骨頂となるか。第11レース予選は独占競争進入インコースから1番2番3番4番5番6番スタートしていきました。若干3コース3号艇のエビスモートあたりがスリット優勢ですが、1号艇吉村もきっちり互角のスタートからまずは逃げる、3号艇エビスモートのまくりを受け止めているという形ですが、まくり差しから5号艇石川好旋回を見せた。さあ5号艇石川が迫る1号艇吉村の懐ですが、へさきかかるか、5号艇石川亮です。スタートは前提正常でした。さあそれでも1号艇吉村が振りほどいてなんとか逃げに持ち込むか、5号艇石川が2番手で、3番手は2号艇の福田1号に、1番5番2番でレースは2周目に入っていきます。1号艇吉村を抑えて逃げています、5艇身リード、2番手は5号艇石川、3艇新さんの3番手に2号艇の福田、金さんの4番手内から接近、4号艇茂木、さあ4号艇茂木が3番手目指してやってくる、行かせての差しは2号艇の福田が3番手は取り返す、1号に1番5番2番です、2、3艇身離れた4番手に4号艇茂木、5番手のうちに3号艇恵比寿元、最高峰6号艇末永です。1号艇吉村正明トップで2周2マークの旋回、2番手は5号艇石川亮、3番手4号艇の茂木内からやってくる、今度は外からかわす2号艇福田ですが、くるっと船入ったか4号艇茂木、それでも外からなんとか前を取るのは2号艇の福田、3番手は大接戦となってレースは最終周回上位2艇は抜け出して1番5番です。3番手2号艇福田が内、外は4号艇茂木、さばき合いです。さあ4号艇の茂木が握って攻めて3番手取りに行くか、2号ちょっとただ茂木もバランス崩しながらの、さあ旋回でこの間また2号艇福田が3番手立て直していきます。1号2か1号4か、最終ターンマークへ向かいます。1号艇吉村トップ、2番手5号艇石川、
3番手2号艇の福田が先に回る4号艇の石垣、ちょっと6号艇末永の存在もあってここは攻めきれず1-5-2で第11レース1着1番吉村ゴール、2着5番石川降臨、3着2番福田降臨、あとは4番6番6番4番接戦で降臨、ラストは3番降臨。第11レース確定をお知らせいたします。1着1番2着5番3着2番以上です。ボートレース下関第6レース予選競争開始です。なお強風のためこの第6レースより本番レースは2周で行われます。そして安定版引き続きしようという形になります。対戦メンバー1号艇吉村正明、2号艇福田周平、3号艇鈴木勝弘、4号艇増田啓司、5号艇山崎翔、6号艇新井秀隆、以上6名です。強い向かい風コンディションです。1-2-3-4-6-5、本番も5号艇山崎外に出てという作戦待機行動。人気は1号艇吉村正明1コース。昨日まで6戦5勝白星量産しております。目下3連勝中でもある吉村、人気の陰線2コース2号艇福田周平、相手として注目3コース3号艇鈴木勝弘、4コース後方角は4号艇増田啓司、そして5コースに6号艇新井秀隆1回走り、6コース5号艇山崎翔です。今日はここ1走という1号艇吉村正明が断然人気の陰線。第6レース予選競争、向かい風が強いというコンディションで進入、インコースから1番2番3番4番6番5番スタートしてきました。1コース1号艇吉村ゼロ段入った好スタートを決めています。スリットはかなり余裕を持たせて1号艇吉村が軽快に逃げます。3号艇鈴木がまくって、そして刺して2号艇福田に4号艇増田、後方6番最後方5番1号艇の吉村悠々逃げています。三艇身リードを取って2番手は 4-2-3 とあまり差がなく、さあ6号艇新井もやってくるという中でスタートは前提正常でした。2番手争い外を回す2号艇の福田が前を取って3番手を打ちすくったか、3号艇鈴木、1-2-3レースは2周目最終周回です。3番手争いはただ6号艇新井4号艇増田、あまり差がなく追走2周1マーク最終1マークという形で1号艇の吉村トップ、2番手2号艇の福田、3番手争いですが外6号艇の新井ちょっとバタつく間に懐、3号艇鈴木あるいは4号艇増田と三つどもえの3番手争い際どいまま最終ターンマークへ向かいます。最後方は離れて5番1号艇吉村トップ、2番手2号艇福田、3番手一気に2艇まとめてかわしにいった6号艇新井がここは好戦回を見せたか、どうやら 1-2-6 第6レース1着1番吉村ゴールイン、2着2番福田ゴールイン、3着6番新井ゴールイン、あとは3番4番5番の順でゴールイン。第6レース確定をお知らせいたします。1着1番2着2番3着6番以上です。
レース下関最強覇者結成10周年記念準優勝戦ラストのカード第11レースが始まりました。1号艇吉村正明、2号艇柳生泰治、3号艇鈴木克弘、4号艇矢野蓮氏、5号艇松村聡、6号艇恵比寿本聡です。今風はピタリと止んでいます。穏やかな清水面、並びの方は1、2、3、4、5、6。白い勝負服は吉村正明、新モーター新ボートの今節トップクラスの動きでピンラッシュ。さあここは断然人気の陰線です。2コース2号艇の柳生泰治、船足パンチはなくともテクニックと気合でカバーしています。3コース3号艇の鈴木克弘、トップスタートを連発しています。そしてスタートといえば4号艇矢野蓮氏と5号艇松村聡、スタート自慢の2人がダッシュ戦。さあどんなスリットとなるでしょうか。それぞれ4コース5コースに入りました。6コース6号艇の恵比寿本聡、準優勝戦最後のカード第11レース、枠なり3対3インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番スタートしました。1号艇3号艇5号艇わずかにこうスタートですが、1コースから5コースまでさほど差がない状態で、1号艇の吉村が逃げて先舞い、3号艇の鈴木がまくる。内からは2号艇4号艇6号艇の差しですが、1号艇吉村が押し切っています。スタートは前提正常でした。さあ早くも焦点は2番手で4号艇2号艇3号艇固まって、すぐ後ろには5番と6番もいます。さあ2番手争いからまず先行してきたのが4号艇の矢野蓮氏、先前からそのまま4号艇の矢野が2番手をリードしました。上位体系は1番4番3番手は2艇並んで、3号艇鈴木の外に2号艇の柳生、真ん中からは6号艇の恵比寿本も僅差。まずは1号艇の吉村、続いて4号艇の矢野です。3番手先まった3号艇の鈴木、まくり刺すように狙っていった2号艇の柳生は大きく後退となりました。3番手には3号艇の鈴木克弘となって、体系は1番4番3番2周の2マーク、1号艇の吉村がトップで折り返す。先回ってくる3号艇の鈴木克弘を指して4号艇の矢野蓮氏が2番手キープ。上位体系は1番4番3番です。なお2号艇の柳生泰治が不完走のため失格、2号艇の柳生は不完走のため失格となりました。最後のバック水面へ完全独走は1号艇吉村、2番手4号艇の矢野、3番手3号艇の鈴木、143143の3連単のオッズは 13.7 倍です。断然人気に応えました1号艇の吉村正明、そして2番手に4号艇矢野蓮氏が続く、3番手は3号艇の鈴木克弘。準優勝戦第11レースまもなくゴール、先頭1番ゴール、4番ゴール、3番ゴール、5番ゴール、6番ゴール、なお2番柳生泰治は不完走のため失格となりました。第11レースの確定は1着1番2着4番3着3番以上でした。ボートレース下関最強覇者結成10周年記念、7日間の長い戦いも頂上バトルを迎えました優勝戦。
1号艇は吉村正明、2号艇森野正弘、3号艇谷村和也、4号艇金子はじめ、5号艇中野次郎、6号艇矢野蓮氏。内枠3人が地元メンバー、外枠に遠征勢という図式になりました。ホームの追い風今は3メートルほど。 1,2,3,4,5,6 の並びで1号艇は吉村正明、新モーター新ボートの今節序盤から11号機手応えありで、ここも絶好枠をつかみました。断然人気の陰線。2コース2号艇森野正弘、森野も船足は上々です。3コースは3号艇地元3人目谷村和也、4コース4号艇の金子はじめは自身初優勝にチャレンジ、角戦となります。5コースに5号艇の中野次郎、さばきはさすがの安定感でした。そして6コースに6号艇の矢野蓮氏、スタートで活路を 見出すでしょうか。ここは大外勝負、3対3枠なり、優勝戦第12レースインコースから1番2番3番4番5番6番でスタートしました。第12レース1号艇の吉村がものすごいスタートを決めていきました。1周の1マーク、1号艇の吉村が逃げて2号艇の森野が刺す。まくり差しは3号艇の谷村、1号艇の吉村が先前からここは先頭に立っている。スタートは前提正常でした。1号艇吉村、2番手2号艇の森野、そして3番手3号艇の谷村がつけて1周の2マークです。1号艇の吉村がトップで回り、3号艇をかわすように2号艇の森野が握り込んできました。2番手は2号艇の森野です。3番手3号艇谷村、上位体系は1番2番3番で2周目に入りました。先頭1号艇の吉村正明が1マークをクリアします。さあ先取ってきた3号艇の谷村、刺していく2号艇の森野です。さあ2番手が接戦となってきました。2号艇の森野を捉えてきました3号艇の谷村、ここは2号艇と3号艇の2番手争いです。先頭はこうなればリードを広げるのみ、1号艇の吉村正明。さあ2番手まずは2号艇の森野、内を狙って切り込んでくる3号艇の谷村ですが、2号艇の森野がもう一度2番手リードを奪った。上位体系1,2,3、その後方水が空き、5号艇中野次郎、6号艇矢野蓮氏、4号艇金子はじめと続いています。先頭は1号艇の吉村正明、気合のスタートでした。1号艇の吉村が逃げて先頭、2番手2号艇の森野正弘、3番手3号艇の谷村和也で、地元3人衆のワンツースリー、3連単の図は 6.3 倍となっています。さあ先頭は1号艇の吉村正明、今年初優勝を地元水面で飾ります。通算では38回目の優勝へ向かって第12レース間もなくゴールとなります。先頭1番吉村優勝のゴール、2番森のゴール、3番谷村、5番中野、6番矢野、そして4番の金子がゴール。以上前提ゴールインしました。第12レースの確定は1着1番2着2番3着3番以上でした。第12レースの勝ち船的中番号と払い戻し金をお知らせいたします。2連勝短式1,2,260円、2連勝複式1,2,250円、3連勝短式1,2,3,630円、3連勝複式1,2,3,290円、拡大連勝複式